はい。三役式追加オプションをつけていきましょう。今回の回路はリーチ機構です。三役式2と3が上がってますが、この回路は3専用です。しかし、2と3の違い箱の部分だけなので、直したらすぐ行けます。ドロッパーのアイテムをすべて下に戻すことを忘れないでください。はい、というわけで今回の動画は前回動画。2役、高性能ミニスロットの回路がある状態からスタートしますので、よろしくお願いしますが、ブラウザバックは、この回路がどのように素晴らしいかというのをこの動画で確認してからでも、遅くないですよ。その場合は動画最後の方に飛ばしてもらって OK です。はい、じゃあ行きますか。ベリーイージーですので、サクッと行きましょう。まあリーチということで、リールのどこでアイテムを止めたらいいか、わかりますかね。この真ん中ですよね。で、次のホッパーにアイテムが送られると出ちゃうので、このドロッパーの真上のホッパーでタイマーのアイテムを、止めないといけません。こうするしかないですが、こうすると干渉しているので、リピーターで防ぎましょう。ちょっと動いちゃいますけど気にしないでください。お金が1減ってるので後で補充しましょうね。で、ここがオンだと?はい、2つ目で停止しました。これがリールが2つ揃っている時起こるようにしたいわけです。この辺にうまく入力するのが面倒くさいですよ。干渉しないようにうまいこと繋いでいきましょう。ここには延長回路を作ります。で、ですが、今回は一番簡単な剣のリーチを検出してみましょう。ここをフルブロックにします。そしてコンパレータで信号をこっちへ持ってきます。このようにブロックを置いてその上にレッドストーンパウダー。はい、これで剣リーチ確認回路ができました。剣がリーチするとこの回路はオフになります。今オンですからね。なのでトーチで信号を反転させて、それにさっき作ったところまで、引っ張っていけばいいわけです。ちょっとはみ出してしまいますが、気になる人は配線を考えてみてください。今回は作りやすさを優先しています。繋がりましたが、ちょっと問題があります。この信号をパルスにしなければいけません。そして遅延が発生しないことが好ましいので、ピストンのパルスを作ります。これでパルスになりました。いけてますね。あとは適当に音が鳴るようにしましょうか。なんか音が鳴るようになりました。さらに音が鳴るようにしましょうか。あとここでちょっとややこしい組み方してますけど、これは普通にコンパレータクロックでいいです。B の人はそうしましょう。こっちの方がスペースが減らせることがあるのでね、癖ですね。まあ、スピードは各自適当に。
はい、そして最後にちょっと付け足すところがあります。ここですね。ここにトーチを置いてください。なくても別に壊れたりしないのですが、2連続でリーチが起こると2回目反応しなくなるので、これをつけるとまさしく反応します。はい、では動かしてテスト行きますよ。もう完成しました。来ましたねー。はい、ってことで、またねー。良きマイクラライフを。